しますが、民主党にはそういうものはございません。ただ役員会において、きちんと決定をしておりますので、党として決めたということでございます。小池さん。私もその自民党の総務会を会長といたわけで、そこで討議をすべてありとあらゆるものはそこにかかってきて、それで党として決めたということで、その後の対応をしてきたわけでございます。どうも意思決定をするというのは、これはですね、党としてのですね、一番重要な肝の部分になるわけでございますが、であるならば、この党の決定ということで言うと、この素案といいましょうか、民主党の中にですね、この税の問題について100人以上、140人ですか、署名が集まっていると聞いておりますけれども、この方々も 党の決定に従っていると、こういう認識でよろしいんでしょうか。岡田担当大臣。いろんな議論がございました。年末確か5日間ぐらい議論したと思います。私はすべて参加をいたしました。長い時は8時間9時間議論をいたしました。最後は総理にもご同席いただいて結論を出したわけでございます。いろんな議論が出ましたが、その文章として、政府与党の文章として、それは確認を本部として確認をしたところでございます。小池さん。確認という言葉と決定は違うと思うんですが、確認イコール決定だと理解してよろしいんでしょうか。岡田さん。委員はですね、自民党の意思決定の仕組みを念頭にいろいろご質問になってますが、それは各党はそれぞれですね、意思決定の仕方があります。我々であればですね、党務に関することはこれは常任幹事会で決定をすると、それ以外のことは役員会でございます。政策については成長を経て最終的には役員会で重要なことは決定するという仕組みでございます。で、ご質問にお答えすれば本部において決定をいたしております。小池さん。それではですね、先ほど与党としての決定ということでございますが、国民新党の自見大臣、これについてはこの決定を納得しておられるということですね。自見金融担当大臣。小池議員にお答えをいたします。社会保障税一体改革でございますが、この構成員はですね、当然もう民主党と国民新党連立政権でございますから、国民新党からも下地幹雄幹事長、また亀井亜希子国民新党政調会長が入っておられましてね、そういった中でですね、今この素案については本部で決定され、同日閣議報告されたものであるというふうに認識をいたしております。小池さん。ということは自民大臣はその野田内閣の一員としてこの件については素案について了承をされたということでよろしいんですね。自民金融担当大臣。当然今申し上げましたように、社会保障税一体改革素案について我が党の代表として幹事長、政調会長入っておられるわけでございますから、そこでですね、この了承されたわけでございますから、私も当然野田内閣の一員でございますから、そういったことをですね、きちっと政党人として連立を組んだ審議があるわけでございますから、きちっとですね、了承させていただいたということでございます。小池さん。一方でですね、民主党の党大会においてですね、暴風雨の時にですね、法を挙げて、そして安全な運航ができることはないと、明らかに増税反対という意味を込めて亀井代表がですね、言っておられたわけなんですが、これはどう理解していいんですか。自民大臣。自民省三郎金融担当大臣。ですね、我々1年半の野党における、私も参議院議員でございますが、民主党、新緑風会、国民新日本という会派をですね、1年半組ませていただきまして、当時野党でございましたが、そういった長い間のですね、党と党との信頼関係がございまして、
で亀井さんがですね、民主党の大会に行って、まあ、いちいちですね、どういう挨拶をするとか、こういう挨拶をするってことはございませんけども、きちっとですね、我々はですね、やはりもうご存知のように、小泉さんのですね、竹中さんされた、ですね、構造改革のですね、本丸でございます。郵政改革法案をですね、きちっとやっぱり日本の文化伝統になったように、やはりですね、誰でも、どこでもですね、三条一体である。それが一番大事な当時でございますから、そういったことを含めてですね、きちっと留意がございますから、いちいち当時のですね、党首がどういうふうな挨拶をされるか、そういったことはですね、もう党首と私の副代表でございますが、信頼関係の中で生まれているものだというふうに思っております。小池さん。党代表が増税は反対だと言い、そして連携を持っているという副代表が違うと、閣僚だからということなのでありましょうか。この党内不一致ではなくて、それはもう党内、閣内不一致ではなくて、それじゃ党内不一致じゃないですか。で、その、じゃ次の課題で伺いたいんですけれども、この素案についてですね、野田政権としてこの素案をもとにしてこれから議論をすると、そして野党にも協議を呼びかけるということを再三おっしゃってこられたですね、まず堂々と閣議決定されたらいかがですか。いかがですか。はい、岡田社会保障税一体改革担当大臣。まあ、ぜひですね、素案についてご議論いただきたいと思います。閣議決定をするかどうかということは、まあ、これは、議論の協議の前提条件ではないはずだと思うんです。やはり、できるだけ我々としては、野党のご意見も聞いて、いい案を作り上げ、その上で閣議決定し、法案を提出したいと、それ基本に考えているわけです。何か閣議決定があるまで、協議ができないというのは、私にはどうしてもですね、国民の立場に立った政治ということから考えると、理解に苦しむところでございます。小池さん。責任ある政府として、責任を持って、閣議決定をして、そしてこの開かれた国会の場で議論をしていきましょうと、それは早い方がいいですよということを申し上げているのであって、早く閣議決定を堂々とお出しになればいいんですよ。そのことを申し上げているんです。野田総理いかがですか。岡田担当大臣。今、委員は、自民大臣に対してもご質問をされ、民主党の中でも意思決定についていろいろお尋ねになりました。つまり民主党としても与党としてもきちんと意思決定をして、そして、出てきている素案であるということは今確認されたはずでございます。そうであればですね、それを閣議決定まで持っていくかどうかというのは、それは一つの、まあ、やり方の問題であって、それがなければ協議できないというのは私には理解苦しむところでございます。小池さん。それだけおっしゃるのであるならば、自信を持っておっしゃるのであるならば、閣議決定されたらいいじゃないですか。ここですよ。早く閣議決定すればいいんですよ。野田総理お答えください。いや、総理です。総理、ここは総理、不対点なんです。ここは総理お答えになったら。野田内閣総理大臣。先ほど来の議論整理しますと、だ党としての意思決定は手続きを踏んでやりました。そして政府としてもこれ閣議で報告をして一丸となってこの素案を実現しようとしていることになっているわけであります。で、その際に我々は前から言ってたのは、対抗にするときには閣議決定をすると。で、対抗を踏まえて法案にしていくと。で、法案は年度末まで提出をするということであります。で、対抗を作って閣議決定してしまって、あまりに縛りの多いものにしてしまうよりは、きちっと野党協議をして、野党のご意見も受け入れながら、それを法案化していきたいという思いがあるということでございます。小池さん。あまりにも縛りをしてしまってとおっしゃいますけれども、そもそもこれ、社会保障税一体改革素案、平成24年1月6日、閣議報告となっているわけでございます。
ページ数にすれば50ページということでございますけれども、これ素案という話でございますが、この中にそのあんまり決めすぎてもっていうんだけれども、決めなさすぎてるんですよ。これはね、なんかお弁当、おせちを頼んだらスカスカのが来たっていうのがありますけれども、まさに大枠もあるかどうかみたいな話で、あまりにもですね、これ中が粗なんですね。粗案の粗は粗末の粗ではないかと思うぐらいなのでありましてね。例えばそれではこの中に検討という言葉、いやもうあちこちあります。何々を検討する、法案提出に向けて検討する、何とかに向けて検討するって、もう山ほど出てきてるんですけど、何箇所この検討という言葉が出てくるかご存知ですか。総理、副総理、それから小宮山大臣に伺います。今のお三方、小宮山陽子さん、いや知らなきゃ知らないでいい。何箇所検討があるかは、確認をしておりません。ただ検討というのはですね、今党の方で最終的な制度設計をこれからするものなどについても、これは年度末までに法案を出す、そのような作業をすることも含めて検討と書いてあるので、全部姿勢が曖昧なことが検討になっているわけではございません。小池さん、あまりにもね、それにしても検討というのは多すぎるんですよね。社会保障の部分で、51箇所出てまいります。それからその他の部分を含めますとね、81箇所ということでございまして、いや越石幹事長自身もですね、これはあくまで素案で全体像ではないというふうにおっしゃっております。だからまずこの議論に応じる前にですね、この素案なるものをもう少し中身つけて、そしてその上でね、協議ということならわかるし、またこの全体像をまず出していただかなければいけません。それについて、この全体像というのは、先ほどから法案については3月にお出しになるといろいろ時期的な話もございましたが、全体像というのはいつお出しになるのか、予定はいかがですか。岡田社会保障税一体改革担当大臣。基本的にはその素案の中に全体像は示されているというふうに考えております。そこで委員のおっしゃる全体像というのは一体どういうことを意味して聞いておられるのか、もう少し明確に言っていただいた方がいいと思います。小池さん、それはもう先ほどから検討という箇所が何箇所あるということを申し上げたようにですね、あまりにも検討ということばかりでですね、ブランクになりすぎているわけであります。もう少しもっと明確にですね、その姿勢をはっきりしていただくということで全体像ということを申し上げています。岡田担当大臣。確かに検討を残しているものはございます。しかしそういうことも含めてぜひですね、協議していただきたいんです。我々全部固めてしまってから協議するよりは、そういったところを残して、そして一緒にご議論いただいて、いろいろ野党でご主張の点も我々耳を傾け、そして変えるべきは変えていくと、そういう姿勢でございますので、何かいつまでもこれができなきゃダメだ、あれができなきゃダメだということで協議を先送りするということではなくて、ぜひそこは国民の立場に立って早く議論をお願いしたいというふうに思っております。小池さん。違いますよ。政府与党は皆さんであります。そしてそれは責任を持ってこれからの大きな社会保障と税の一体改革をそれこそネバーギブアップでやっていこうとおっしゃるのならば、もう少し責任感を見せていただきたいということであります。ですからこの一日も早くまず素案から、そしてこの全体像ということを示していただきたいというのですが、そのスケジュール感について総理からもう一度聞かせてください。野田内閣総理大臣。全体像、社会保障の全体像は草案の中に明記してということです。これは間違いなくそういう立場で我々は主張してきますし、法案を出します。で、検討というものがなくなれば全体像が見えるというお話なんでしょうか。
ちょっとよくわかりません。私どもはあくまでそういう議論も含めていい成案を得ていきたいんです。で、我々は考え抜いた部分、現時点で考え抜いた部分は素案でまとめました。あとは与野党でまさに国のためにどういう結論を出せるかという協議だと思います。閣議決定をすれば与野党協議をしていただくんでしょうか、検討がなくなれば与野党協議していただけるんでしょうか、よくわかりません。